大王の10丁目まで行ってきました。10丁目、はい、はい、完食してきました。じゃあ名前載せて、名前載せて大丈夫ですか。はい、中野は、はい、大丈夫です。まあ、ここが極楽通り商店街で、はい、この極楽通りを突き抜けていくと地獄があると。ああ、はい、こんな感じですね。はい、これ3時間周期なんですか。はい、だからなんかほんとタイミング合わないと見れないんですけども、初めてだ俺生で見んの。あこう下ります。すごい、よいしょ。あ、人がたくさんいますね。はい、あこれはすごい。来ました。はい、初めて来ましたけど、はい、だと思う。そうですね。墓石というようなものがあると思う。そうですね。はい、はい、この辺りのものが国立天然記念物、国の天然記念物であります。あ、はい、でさらに、この地獄谷は北海道遺産にも指定されています。言います、言いますよね。北海道遺産、はい、それの一つがこちらなんですけども、はい、まあ北海道遺産、知床、知床、あれ世界遺産、全然高い、規模が超えちゃった。ジンギスカン、そうです、ジンギスカン入ってます。はい、ジンギスカンとこれが仲間ですよ。仲間、仲間だけど、仲間だけど。割とライブ感がある。はい、下に目を引きます。はい、こちらのお堂がですね、薬師如来堂といいまして、はい、当時あのこの地獄谷にですね、硫黄を取ってたんですね。はい、でその時の最初に目の病気になりました。お湯の成分の中に放酸の成分が多く含まれてたんですね。旧泉質名で明晩泉という泉質なんですけども、この辺では希少なお湯でございまして、はい、大きなホテルさんにお湯を引いておらず、はい、温泉銭湯の詐欺流というところにだけこちらのお湯が引かれております。ですから明晩泉のお湯に入りたいときはもう詐欺流さんに、はい、さんです、行くしかないということですね。なるほど、明晩泉入りたいな。いいですね。ぜひぜひ、効能がありそう、ね。はい、こちらから地獄台の方を見ていただきますね。はい、また石碑が2つ出てきます。はい、右下が乙女地獄、で正面が鉄砲地獄。鉄砲地獄、ポン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 と、はい、音を立てたことから鉄砲地獄と、お湯が出るたびに空洞化が進んでくるんですよ。あ、はい、でそこ踏み抜けるともう蒸気溜まってくる、はい、100度の世界ですよね。ようやくの間違いなく、なので勝手に柵に入らないでくださいねっていう。でもちょっと見てください。そうですね、ポケモン柵に入っちゃうんですよ。柵に入ってますよね。はい、あれ、はい、ポケモンですよ。あれイラトだったら飛んで逃げます。あ、そうです。でも跳ねられますね。お分かりいただけただろうか。まるで何かを警告するかのように怪しい生物がこちらを見つめている。これポケモンじゃないですね。あ、何モンですか。いや、普通のモンスターですね。普通のモン、モンです。はい、ポケじゃない、ポケじゃないです。ポケじゃない。残念ながらゲットできない。はい、こっちめちゃくちゃ見てます。いますね、いますね。なんか温泉が生んだ化け物じゃないですよ。いや、そういうもんじゃないですね。悲しみがそういうんじゃないですね。はい、安心しました。はい、こちらですね、はい、この木造ですね、はい、ちょっとやたら新しい感じしますね、うん、なんかすごい、これ3月末にできたばっかりです。あ、そうなんですね、はい、これ当時はですね、ここをずっと歩いてたんですね、はい、おー、はい、どこまで空洞化が進んでいくかわからないと思う。
はい、そのうちここ削れちゃうんじゃないかと、はい、木道をこうつなげちゃおうよって言ってこれができたんですね。なるほど、できたてほやほや。あーあーいいな、わあこのいいっすね、なんか楽しいね、楽しい楽しい。正面に見える建物が第一竹本館さん、その手前のあの窓のところ第一竹本館さんすごい場所、ああはい、で一番最初にできたんで一番いい場所にありますね。まあ見晴らしがこんだけ見晴らしいので残念ながら男女が入れてはないので、ね、これ入れ替わったらもうだってここから動かないでしょ。そうですね、あのポケモンになっちゃいます、ポケモンになっちゃいますんで。あちょっと蒸気が濃くなってきましたね。お湯にがいいね。あなんか止まりたくなってきた。なんで止まらないのかというか。そう、なんで止まる。そうなんですよ。ジンギスカンと同じらしいですよ。ちょっとジンギスカンとゆで卵の匂いする。聞いたら匂いしますね。あのやっぱ洗脳ですね。洗脳ですね。おかしいね。はい、はい、こちら川が流れてますけど、この川の名前なんていう名前か分かりますか。まあ地獄谷ですから、まあそれに由来する名前だと思います。鬼の涙、鬼の涙、おしゃれ。なかなかちょっとポトチックに出しちゃう、はい、びっくりしました。必ず皆さん渡ります。天の川じゃないです。あまたおしゃれなこと言っちゃう。あれ一休さんの話わかんない、俺はあの、はい、この橋渡るべからと。あー違う橋渡る。あ、三途の川。はい、三途の川でございます。あでこの三途の川はもともと冷たい川に温泉が流れ込んで、今でだいたい41、2度はございますね、はい、もう渡るの忘れるぐらい気持ちいい温泉でございます。正面にはですね、湯の花地獄っていう書も読めないと石碑もございます。あー湯の花地獄、全部でこの狭い地域だけ9種類の湯があります。これは世界的にも大変珍しいです。もともと根元は1本なんですけども、湧いてくる間に枝分かれしまして、通ってくる鉱物、空気に触れる時間で泉質が変化して、この狭い地域だけで9種類あるということですね。で、滝龍さんなんか温泉会社直営なんで、はい、あの温泉一番シンプルが来てるようなと、浴槽で足バッタつけて、湯船ブワッと回るぐらい濃いです。あもう十分堪能していただけた、入ってみたいですね。はい、まあ、ぜひね、あの9種類制覇に向けてまた、はい、札幌からだら車で1時間半ぐらいですからね、あのじゃんじゃん来ていただければと思います。9種類、はい、はい、まあ、ではね、我々これから三途の川を渡りますから、ここから先あの湯ですから、はい、最後の食事、カレーラーメンか。あ俺最後の食事、地獄ラーメン10丁目。はい、まあ、注目していただきたいのがここ、はい、お金を投げないでくださいっていう看板が一応あるということですね。はい、ありますね。はい、はい、鉄線池という名前の旧完結線でございます。ああ、ご覧の通りお金がたくさん、お金がどうしてこういうことになるかって話ですからね。あっという間にこの温泉成分で変色しちゃいまして、はい、表面からどん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 溶けていって、最終的にはなくなるぐらいになっちゃいますね。ほんとちっちゃくなってる。はい、こうなると銀行に持ってても交換してくれません。はい、で、願い事もね、一切叶わないんです。無駄遣いですね。一切叶わないですね。もうぜひ宣伝してほしい。わかりました、無駄遣い。無駄遣いですよ。はい、無駄遣いですよ。とはいえですね、こちらも地球の底から吹き抜けたパワーをお持ち帰りできる、この辺り一番のパワースポットでございます。たっぷりただでパワーを分けてもらいましたということでね、はい、お金は入れない、お金は入れませんよと、はい、パワースポットですわ、本当にあからさまにパワースポットだね。うわ壮大だね。夏場しかこれ車で入ってこれません。あ、はい、車幅2メートル以上の車は入れませんので、はい、あちらに降りていくと天然圧縮があると。おで、でこちらが、足湯の元となる温泉のお湯の沼です。お湯沼ですね。すごい。おこのプラスの湯沼が間近で見てるのがすごくないですね。こういう湯沼自体が高いですから。あすごい。
の湯でございますね、はい、こういうのまの奥にあるこの湯でございます、はい、これ湯の花の成分ですね。温泉成分ギュッと濃縮されております。手に取って触るときめの細かいクリームのような状態でございますんでね、もうお肌もしっとりツヤツヤと。で、上澄みをですね、はい、各ホテルに持ってってるわけですよ。ここからも引っ張ってるんですね。ここからもお湯引いてるんです、ね、でこのお湯に入るのが登り人の積水亭さんとか、はい、旅館四季さんとかそういうところに行くと、はい、まあ、ここのお湯がお湯に入ることができます、ね、あの門が、あ、いました、門いますね。門、あ、門います。あ、門じゃないですか、鹿、鹿、あれ、鹿、あれ、エゾ鹿です、鹿です、門じゃない、びっくりした。あ、あ、来ましたね、めっちゃこっち見てます。そっから進んでこないようにちょっと、そうですね、はい、進んだらダメだよ。わー、降りる、なかなかサービス精神が旺盛ですね。そうですね。まあ、ざっくり看板がございます、はい、先ほどここ行きました、ここ行きました、今ここに行って歩いて5分で足湯でございますから、はい、まあ、ちょっと巻きでは行ってますけど、ぐるっと一周したような感じになりますんでね、はい、ありがとうございます、はい、なんともう到着。あー、おー、これ本当もう秘湯ですよ。うわー、なんで歩きたい、ね、このね、下のね、また砂がね、すごい強い。これ、あ、本当にね、あの、なんかクッションみたいな砂、下が、温度めっちゃちょうど、温度めっちゃいい。いろいろ歩いてきて、ちょっと足疲れてると思うので、足からこう温められて、血流が良くなるんですよ。そうしますと、あの、体の体温も温かくなりますし、免疫力もアップします。で、何よりいいのが、血流良くなって足の老廃物が流されるんで、で、足がふわっと軽くなってるんで、すごい楽になります。飲み物持ってきたときは飲んでくれます。はいです。あー、なるほど。これ、あの、買ってきたんですよ。このために飲んで、はい、今日は飲んでますから、はい、登別の地ビールをいただきながら足湯に入ります。今日も飲んでますか、今日も飲んでますか。あー、いや、最高、最高。これ今38度ぐらい、38度ですね、はい。だったらもう日中だったら45度近くなるんですよ。そうなんです。正直罰ゲームですかっていうぐらいあるんですよ。で、どうするかといえば、ちょっと上、歩いてちょっと足元気をつけて、はい、あの、結構この辺とか来ていただいて、ここら辺で砂の中に足を入れて、はい、グリグリグリ、うわ、熱い熱い熱い、それで、あの、冬場でも十分温まることができるので、これ埋めたら暑いですね。ほんとに場所によってはやれるってぐらい暑いあんまり急いで歩いたら、まあ、作られた足はどこにもあると思いますけど、ほんとに、あの、湧いたお湯が川となってできた、ほんとに有名なものでございますね。で、他にはなかなかない、あの、体験スポットとなってますので、ほんとにおすすめです。はい、かも、ね、いやいいわ、永遠にいられちゃうけど、ずっと痛い、ね、ここに地獄谷、 ありがとうございます。こういうの、 ありがとうございます。ありがとうございます。お土産をいただきました。最高です。はい、はい、あ、そうです、はい、じゃあ電気つぎながら、うん、熊牧場行くんですか。そうです、そうです。
熊より強欲じゃないですか。熊より強欲です。足湯入って、足湯入って鬼伝説飲んで、飲んで人に運転させて、人に運転させて、熊より強欲じゃないですか。すいません。ずっと痛いね。